信頼できる人を見つけたら、その人から、最初お金かかってしまってもコンサルがいいかなと。移住した後にお金を作る手段について知りたいですということですね。海外移住ご希望の方からです。お金を作る手段を知りたいですと。移住後に、まあ、お金が当然ないと、海外に行っても外こもり、いわゆる引きこもりの海外バージョンですね。海外で引きこもっても、まあ、家の中の壁がちょっと日本と違うなってぐらいでですね、つまらない、色気のない生活になってしまうんですよね。で、いろいろ日本のようにですね、まあ、行政が充実してない国もありますので、東南アジアとかですね、やっぱり不安しかないということになってしまって、全然日本よりもさらにつまらないということになりかねないので、やっぱり収入源必要だと。まあ、そのためにインターネットビジネスですね。インターネットビジネスで、収入を取って投資に回すっていう、長期投資に回すっていう、このループについて僕もずっとお伝えしてるんですけども、まあ、YouTube を使ったり公式 LINE を使うっていう、まあ、もう稼ぐ流れはあるので、まあ、よければ、LINE の方からご相談いただければと思います。